こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。いつも応援ありがとうございます。今回ですね、レイトプロジェクトから新しいステッカーが発売になりますので、それのねちょっと使い方をね説明したいと思って、今回この動画を撮影しています。今回ですね、今回のステッカーを作るにあたって、いろいろアンケートを取ったんですよね。その時に、あったのがまずこの新しいロゴのステッカーが欲しいですよっていう、アンケートのね意見いただいたりだとか、あとねちっちゃいステッカー、ヘルメットとかに、ね、こうやって貼ったりとかするちっちゃめのステッカーが欲しいですよっていう意見があったり、あとカラーバリエーションを増やしてくださいっていうね、意見があったりだとか、もうちょっとお宅に買えるステッカーないですかっていうね意見があったりですか、そういうね意見をいろいろ要望ね、いただいたので、それをね実現できないかなーと、いろいろ試行錯誤して、今回のステッカーを作ることに、なりました。それでですね、実際、どんなステッカーができたのかっていうと、お見せするとこういうステッカーです。じゃじゃーん、これ見えますかね。はーい、はい、この辺とかね、横になったりとかしてるんですけど、これね一体どうやって使うステッカーかっていうと、ステッカーのこれを、1枚ではなくてです、ハサミで一個一個のロゴを切り取って使ってもらうステッカー、を作りました。これねどういうことかっていうと、まずですねちょっとねちっちゃいサイズのステッカーっていうのを作るのが、いろいろね発売する上ではちょっといろいろ難しいっていうところがあるのと、あと、値段をね下げるにはいつものこういう大きいステッカー1枚作るとちょっとやっぱり割高になっちゃうので、1枚の A4 のサイズで1枚っていうのを、メーカーさんにお願いして作ることで、値段をねグッと下げて作ることができましたよっていう、ものになってます。その分、ちょっとね買っていただいた、みんなには自分で切って使ってもらうっていう、タイプになってます。一応ね A4 で、このタイプキラキラしてるタイプは、1枚2枚3枚4枚5枚のステッカー、詰め込んでます。はい、で、はい、こっち A5 のタイプね、A4 の半分のサイズのタイプは、1枚2枚3枚ステッカーが詰め込まれてます。あと、これのA4 バージョンの、こっちの方の色に関しては、これね色を後で説明するんですけど、はい、見てくださいね、1枚2枚3枚4枚5枚6枚、詰め込んでます。はい、でなんでこれね、こうやってこの色によってねちょっと同じサイズでも枚数違うのかっていうと、実はねステッカーのね硬さが違うんですよね。このキラキラしてるタイプだとか、この蛍光の見えないかな、この蛍光のタイプっていうのは、実はねちょっとステッカーがね硬いんですよね。硬いので、ステッカーとステッカーのこの間があまり、詰めて作れないっていうことがあります。でちょっとこっちの見やすいかな、はい、こっちのタイプは、はい、ちょっとステッカーとステッカーの間を広げて、作っているので、1枚少なくなっちゃってるって感じになりますね。はい、で実際じゃあ、これカッティングステッカーっていうタイプなんですけど、皆さんねカッティングステッカーって分かりますかね。これ実際ちょっと、ね、サンプルのやつ1枚用意したんですけど、カッティングステッカーっていうのは1枚のシート、これねこれ白なんでちょっと見えづらいですけど、これ1枚がそのままステッカーになってるんじゃなくて、これね裏紙とよいしょ透明のシートっていうのはこういう風に分かれてる、ロゴだけが切り抜かれたタイプのステッカーですね。1枚ねプリントされてるわけじゃなくって 1個1個のロゴがこうやって切り取られてるタイプのステッカー、これがね、カッティングステッカーっていうものになってます。はい、で実際これ今ここが透明の部分で、1枚ねビニールのシートがあるんですけど、これもね実際板に貼ってこの透明の部分を剥がすとこの白い部分のロゴだけが残りますよっていうタイプになりますね。はい、結構ね今のスノーボードのステッカーの中では一番、定番のタイプになるのかなとは思います。はい、でじゃあ実際これどうやって使ったらいいかっていうと、まず
こういうの用意してください。はい、ワックス剥がす時のスクレーパーでいいです。スノーボーダーは、はい、本当はねステッカー貼る専門の専用のなんかなんだっけな、なんか空気抜くヘラがあるんで、本当はでも、それ持ってる人とかいないだろうし、あと買うのもね、なんでステッカー貼るためにそれ買わなきゃいけないんだって、もいろいろちょっと難しいと思うので、スクレーパー用意してもらえればいいと思います。はい、でスクレーパーでまずやってもらいたいのが、このカッティングステッカーってあのさっきもそうだったんですけど、よいしょ、ペローンとこの透明のシートを剥がすと、こうやってね実は途中が抜けちゃったりとかするんですよ。これ T の部分ちょっとわかんないかもしれないんですけど、この部分ちょっと抜けてるんですよね。はい、 T の部分ちょっと少なかったりとかしてるんですけど、この部分をなくすのにこっちから一回こすってください。よいしょ。で、まずヘラで貼る前に一回こすって、透明のシートの方に、貼り付きやすくしてください。はい。で、剥がすとき、これポイントです。ポイントです。こっちは透明の方からベローンって剥がすんじゃなくて、白い方から剥がしてください。白い方から。はい。白い方から、くーっと剥がすことで、うまいこと、はい、こういう細かなね、やつも、ちっちゃいところも、全部きれいに剥がれるようになってきます。これいきなりねバッと剥がしたら、こっちの油紙の方に、裏紙の方にステッカー貼り付いたまま残っちゃう時あるので、丁寧に剥がしてくださいね。はい、おいしょ。大体ね戻せばまた貼り付きます。はい、実際にハサミ、はい、これハサミでちょっと切ってみたいと思います。これね、この部分ピーッとこうやって切っていきます。よいしょ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 。これね、英語のタイプなので1枚2枚3枚って、はい、なります。はい、これね3枚ステッカーが用意されたことになります。で今回、ちょっとね黒い板用意したので、これに実際貼ってみたいと思います。で貼るときに用意してもらいたいものいろいろあるんですけど、キッチンペーパー、ね、キッチンペーパーと、リムーバー、ワックスやってる人は持ってると思うんですけど、これワックス、あの剥がすリムーバーです。汚れ落とし、油とか汚れとかそういうの分解してきれいにするやつで、このリムーバーでも種類があって、ワックスが入ってるリムーバーは NG です。ツルツル滑っちゃうので、まずきれいにすること、ね、油を全部取ってきれいにする必要があるので、このリムーバーバッとかけて、汚れ落とします。で今回はステッカーの紹介なんで、ワックスの貼り方はまた今度別に、撮影しようかなと思っているので、軽く見てください。軽く、本当はいろいろね、これやってください、あれやった方がいいですよっていうのあるんですけど、それは一回置いときます。はい、こうやって汚れを落とします。この板もね、結構使い込んでる板なので汚れてると思います。特にあの、オフトレス施設の札幌にあるノベルっていう、バグジャンプの施設で使ったりとかしてるので、ちょっとね夏場使ってる分汚いかも。そんな汚れてないですね、はい、そんな汚れてなかったですね、はいはい、でこれで綺麗になってからステッカーを貼りますね。ステッカー貼る場所うんぬんっていうのね、はまた別にして、今回貼り方だけ、お伝えします。はい、こっちの方かな、これ貼っときます。はい、でさっき言ったまず、はい、透明の方に貼り付けます。透明の方に貼り付けます。はい、で、ここに貼るぞって決めたら、よし、裏紙からいきますよ。裏紙からうまいことこう剥がしてきます。結構ねこのね角度つけるのポイントです。この角度、こうやって、これこうやって剥がすよりもこの角度ですね、こういう風にこう剥がしていくと結構細かいところもきれいに剥がれていきます。はい、あ、いいですね、いいですね。
で、ステッカーの貼り方は、いろいろあるので、これは僕の貼り方だと思ってください。はい、正式な貼り方は、他にあるかもしれません。僕の経験上で貼ってるステッカーなので、はい、で、こんな感じでね、細かいの全部剥がれます。はい、で、剥がしたら、じゃじゃん。はい、こういうタイプです。高さですけど、はい、こういうタイプです、はい、を、レイアウトに合わせて置きます。コロンで一気にベタッと置いちゃうと、これはね、まだ細かいんでいいんですけど、あの大きいステッカーだと中に空気が入っちゃって後で抜くの大変なので、端から置きます。ここにやるぞって決めたら、ポシャポンと置いたら、はい、端からね置きます。端から置いたらね、スクレーパーで空気抜きながら貼ってきます。スススススッ、あ、なんか落ちた、こうやってね、空気抜きながら貼ってきます。はーい、はーはー、で、空気抜いて貼ったら、これで空気抜くにさらに擦るんですけど、スクレーパーの場合は角あるんで、いきなりゴリゴリゴリってやったら、ステッカー破けちゃうんで、僕はこの油紙利用します。はい、この裏紙ですね。裏紙結構丈夫でツルツルしてるんで、この部分をステッカーに当てて、よいしょ、ステッカーに当てて、この角がないようにする。で、それで擦るって。そうすると、ほら、傷つかないし、ちゃんと滑ってくれる。はい、これだけだとクッククってほら引っかかるでしょ。これでステッカー破いちゃうんで、この油紙のこの滑る方をステッカー側にあって擦っていく。はい、これ僕流です。はい、これ正式なやり方じゃないんでね、滝沢変なこと言うなってなるかもしれないんですけど、僕流です。これ、はい、こうやって擦って、空気を抜いていきます。特に、最近つや消しの板多いですよね。これ今ブラックデッキなんですけど、ブラックデッキも、前まではツヤ消しだったので、結構、ね、実はツヤ消しの板ってステッカー剥がれやすいです。ツヤ消しの板って表面ザラザラしてるんで、空気と板とステッカーの間に空気入りやすいんですよね。そうするとその空気の、層がステッカーペロン剥がしやすいので、空気ほんとしっかり抜いてください。細かくしっかりこすった方がいいです。で、やってると今日は終わっちゃうので、これは今度やるとして、ね、はい、空気しっかり抜いたら剥がします。剥がすときもこれいきなりベローンって、透明のシート剥がしちゃうとステッカー全部ベローンって一緒に剥がれちゃうんで、優しくね、優しく剥がしてください。優しくです。あ、で、これ、正式なやり方とか、ドライヤー当てるとかね、熱かけるんじゃないのとか言うと思うんですけど、今日その説明じゃないので、それは説明しないです。はい、まずどんな感じになるかだけ見てください。はい、クククククとか、いいですね、いいですね、いいですね、これ。はい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 、うまくいきました。はい、はい、こうやって透明のシート綺麗に剥がれると、物いっぱい乗ってるんで傾けられないっていう、ちょっとやっちゃった感じ、やっちゃった感があるんですけど、はい、これ予想してなかったですね。はい、で、こうやってね、ちょっと見えてると思うんですけど、ステッカーが貼らさります。貼らさったら、おめえのやつね、これちょっと、これ剥がした時にまたちょっとステッカー浮いちゃってるところがあるので、はい、またこれ傷つかないように油紙当てて擦って圧着させます。はい、これあんまりね、もうビニールのシート取っちゃってるんで、力グッてやったらステッカーも一緒にペロンって剥がれるんで、優しく細かく丁寧に、しっかり貼って開けてください。はい、で、空気をしっかり抜くと、はい、貼らされました。はい、こんな感じでね、貼るステッカーになります。それでも、実際このあれまだ、英語のタイプから取って1枚2枚3枚、あるので、他にね、別のとこに貼ろうかなとか、違う板に貼ろうかなとか、友達とシェアしようかなとか、ヘルメットに貼ろうかなとか、いろいろできるステッカーになってます、今回は。はい、で、今回せっかくこのね、あ、いいなこれ、ね、ちょっとこれ3枚セットにしたらお買い得に提供できるなって思ったんですけど、実はですね、ちょっと
この細かいのが、このですね、細かい、のが、実はですね、ちょっと作るメーカーさんの方から、数を作るのはいっぱいですね、数作るのは難しいですよって言われてしまったので、実は、大量生産ができないです。はい。定番にしたかったんですけど、定番にできなくなっちゃいました。なので、初回生産をお願いした分に関しては作ってくれるっていう約束いただいたので、初回生産分は、発売になります。しかしながら、ちょっとですね、残念ながら、追加生産っていうのが、厳しくなってしまったので、今回、このステッカー、ちょっと初回生産分だけ、枚数限定になるんですけど、発売になります。はい。色、結構用意してます。色用意してます。キラキラのタイプ、これ、ね、赤。見えますかね、このキラキラ具合。はい。この光の当たり具合によって、キラキラするんですよね。はい。赤。これね、すごいですよ。遠目で見ると黒なんですけど、キラキラすると虹色になるんです、これ。ギャラクシーっていう色なんですけど、はい、これキラキラ、はい、メタルフレークブラックで、発売してるやつですね、はい、と、はい、これブルー綺麗です、すごいキラキラです、キラキラ分かりやすいです、これブルーと、はい、シルバー、はい、シルバーです、はい、これが、ね、いいですね、はい、あ、この角度いいですね、光ってますね、はい、と、はい、ゴールド、すごいです、これいい色です。はい。これ目立ちますね。はい。で、ちょっと順番が狂っちゃってるんですよ。よいしょ。よいしょ。はい。順番これですね。はい。次これがね、モザイクっていうカラーですね。ビックリマンの、キラキラタイプ、はい、です。はい。キラキラ緑。キラキラ青、はい、これキラキラシルバー、ちょっとこれ見えません、はい、キラキラシルバー、はい、これいいですね、この色いいですね、はい、キラキラシルバーですね、はい、はい、キラキラレッド、はい、キラキラゴールド、はい、何色好きですか、はい、で、定番カラーです、ですみません、定番カラー前に、よし、これ、はい、ネオン、蛍光色ですね、蛍光色、はい、ネオン、蛍光色、ね、動画で見るとね、これネオンってね、分かりづらいんですけど、太陽の下とかに行くとすごい輝くやつですね、はい、あとこれオレンジです、オレンジ、あれ、オレンジ、あ、オレンジですね、はい、オレンジです、オレンジです、はい、ちょっとこうやったら黄色になりますね、これオレンジです、オレンジ、はい、ネオンオレンジ、はい、光ってますね、はい、ネオンイエロー、イエロー、はい、ネオングリーン、はい、いい色ですね、はい、で、ここまでの色が、キラキラしてるやつとネオンカラーのこの辺の色が、ちょっとステッカーが硬いタイプになります、表面硬いタイプになります、はい、で定番カラー、これね、柔らかいタイプ。はい。柔らかいタイプです。柔らかいタイプは、先ほどの白と黒。黒ね。はい。赤。はい。レイトカラーです。グリーン。ブルー。はい。定番カラー、いっぱい揃いました。で、これね、リクエストのあった、ライトグレーです。はい。で、これね、珍しい、ちょっとね、初めて作った色ですね。キャメル。はい。なんて言うんですかね。茶色のちょっと黄色みがかった、キャラメルの色です。キャラメルの色。はい、キャメル。で、シルバーです。今回シルバーも、ちょっとわかりづらいかな。シルバーも、定番カラーに入ってます。で、ゴールドです。はい。ゴールド。はい。これも定番カラーです。はい。で、この、いっぱいあるんで、全部で何色っていうのがちょっと、数出しなかったんで覚えてないんですけど、このね、硬さの違いで用意してます。はい、ノーマルと、蛍光キラキラ、はい、あります。で、このノーマルのタイプは、ステッカーの方が柔らかいので、大抵の板に貼れると思います。はい、ただ、こっちのね、
ネオンとかキラキラに関しては、ステッカーが硬いので、表面がマットの板だったりだとか、あとちょっとザラザラしたタイプの板に関しては剥がれやすいと思います。正直、はい、こっちの柔らかいタイプの方が貼り付きいいです、はい、でもちょっとこっちの方がかっこいいです、はい、お好みで選んでください、はい、でこれが、実際今回初めて、発売されました。よいしょ。 A4 のステッカーシート、ステッカーセット、A5 のステッカーセットになります。はい、これと目玉です、はい、で、あと要望の多かった I don't give a fuck、 はい、これも、はい、帰ってきました。これ、ね、完売してたので、作ってくださいという要望が、ね、多かったので作りました。でさらに今回なんと赤、緑、青、ん？ライトグレー、キャメル、シルバー、ゴールド、ホワイト、ブラック、はい、色いっぱい作っちゃいました。はいこれ基本的にはあのノーマルのこっちのタイプのステッカーと色全部、同じ色揃えているので、ね、ノーズとテールでこれとこれとか貼ってもいいかもしれないですね、はい、コーディネートできると思います、はい、あと今回ちょっとねいっぱいあってすみません。ちょっとね、あのアイデアをすぐ形にしたくなっちゃってね、欲張りになっちゃうもんですからいっぱい作りすぎちゃったんですけど、はい、今回初めて作ったこういうステッカーあります、はい、これ定番ロゴですね。定番ロゴこれ、はい、遠くで見ると赤だと思うんですけど近くで見るとだん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 見えてきます。ズズズズ、はい、柄が見えると思います。はい、はい、これ、キャンディーの作りたてのね、アメちゃんの、やつを写真撮った時のね、やつをステッカーにしてみました。はい、札幌にある有名な、お菓子工場の、ところの、見学行った時に、やったやつをちょっとカチャカチャって撮影した時にあいいなーっていうのがあったのでステッカーにしてみました。試しにやってみました。これ8枚限定で作ってみました。はい、はい、と以上となります。以上ですね。はい、これで全部になります。すでにサイトの方、発売は、明日じゃないや、25日なので一応明後日なんですけど、まあ明日の夜ですね、明日の、25日0時なんで明日の夜中には、発売開始となります。はい、で、DVD も、同時に発売開始なので、DVD と一緒に注文すると同封してね、送料も、1個で済むので、ぜひ一緒に頼んでもらえたらいいかなと思います。はい、あと何か、質問なんてありますかね。特にないですかねちょっと今ねこれあのタブレットで、どんな、コメント来てるかなってチェックできるんで、ブラックデッキに貼りやすいステッカーどっちですかって出てる。今年のブラックデッキですね。新しいブラックデッキに関しては、表面、なんていうんですかね、あのツルツルしたタイプの、板なのでどっちでも貼れます。ただ、ブラックデッキに関してはちょっとね、スケートボードのデッキテープってザラザラしてる、ヤスリみたいな部分も加工でされてるので、そこはねステッカーちょっと貼るの難しいかなっていうタイプなんで、それ以外の場所に、貼ってもらえればどんなタイプのステッカーでもね、貼れるようになっています。はい、お値段の質問来てますね。はい、価格なんですけど、ですね、価格に関しては、はい、いっぱいあります。まずちょっと上からいきます。ファックとキャンディーですね。ファックステッカーとキャンディーステッカー、はーい、これこれに関しては、税込み1620円です。でこれですね、ノーマルの英語、ノーマルの英語、よいしょ、
重なっちゃってるんですいませんね。わけわからんくなっちゃってる。はい、これ英語に関しては、はい、3枚組のノーマルカラーの英語、はい、に関しては、1500円、3枚組で1500円です。はい、割ったら1枚500円ぐらい安いです。はい、でプラス、キラキラ、あ、ちょっとね、ネオンです。ネオン蛍光の英語3枚組、これが1650円です。はい、4色ね、4色あります。1650円です。はい、で、はい、キラキラのタイプです。キラキラのタイプね、はい、モザイクっていうね、キラキラのタイプと、ギャラクス、あ、メタルフレークっていう、あの、キラキラのタイプ、はい、2種類、あの、これ両方とも同じお値段で、はい、英語のタイプで1800円、3枚組1800円、はい、3618、はい、1枚600円計算。はい、はい、で、これ、はい、白が買いそうですね。はい、はい、A4 タイプです。A4 の、6枚セット、ノーマルカラーです。A4 のノーマルカラーの、6枚セットのやつに関しては、2000円になります。6枚で2000円。はい、なります。はい、ハサミでちょきちょきして、切ってください。これだけあったら友達とシェアできるんじゃないかなと思うので、お買い得ですよね。はい。で、ネオンカラー、蛍光ですね。蛍光。ちょっとね、どっか混ざっちゃいましたね。蛍光混ざっちゃいましたね。いいですね。はい。蛍光混ざっちゃってます。はい、蛍光のタイプです。はい。蛍光の、蛍光の英語。はい、これは5枚セットです。あ、英語じゃない、A4。A4、蛍光の A4 の、5枚セットは、どん、2400円になります。ちょっとね、この辺からお値段、ポンと上がっちゃいますけど、はい、2400円です。はい。で、こちら、キラキラですね。キラキラの A4、キラキラの A4、5枚セット。はい、5枚セット。これで A4 で、2800円になります。これ切ってね、分けて使ってください。6枚、これ5枚なんで、5枚あったら、まあ、ノーズに貼る、テールに貼る、サブの板に貼る、友達に貼ってもらう、ヘルメットに貼る、いけますね。はい、いっぱい貼れると思います。あと車に貼るっていうのもありますね。車に貼るっていう人もいましたね。はい、はい、以上が、はい、今回ご紹介したかった、ステッカーの種類になっています。はい、お、また質問が来てます。ですね、A4 と、B5 の中に入っているステッカーのサイズ同じですかっていうね、質問があったんですけど、これね、微妙に違います。はい、あの、僕ちょっと欲張りなんで、あの、 A4 の中に詰め込めるだけ詰め込んで、A5 の中にも詰め込めるだけ詰め込んで、こうかなあかなーってパソコンいじりながら、あの、やったので、あの、ミリ単位でサイズが正直違います。はい、で、ミリ単位で違うので、今、あの、測ってもいいんですけど、すでに、ストア、レイトストアの方で、細かいサイズのスペック表、公開されているので、それを見てもらえたら、すぐわかるかなと思います。レイトストアは、検索エンジンね、スマホでもパソコンでも、Google でも Yahoo でも何でもいいので、検索エンジンでレイトストアって入れたらね、すぐ、一番上に出てくるので、そこでチェックしてください。はい。それでチェックすれば、すぐにサイズわかります。はい。わかるようにしておきました。はい、以上な感じです。はい、という感じで今年は、いっぱい欲張って色を作りすぎました。はい、ただちょっと、さっき見てみ、数は作れなかったので、少ない色は正直もう2枚しか残ってないです。あの、ライダーが先にちょっとね、ライダー部分で避けた
分があるので残り2枚とかいう色もあるので、それは内緒という形で、はい、しておきたいと思います。はい、それでは、今回、レイトプロジェクトからね、新しいステッカーが発売されるということで、ちょっとそのハサミ焼きになくちゃいけないんですよっていうところだけね、押さえて選んでもらえたらなと思います。それでは今シーズンぜひ最高の冬を過ごしましょう。バイ。